はいどうもクラゲです。ということで今回はですね TS 第4弾がご登場いたしましたと、はい、いうことで、まあ見る感じあれかプロスピヒーローズ来ましたね、イベントの方は。ただこれ別に 1.8 倍じゃないからそんな経験しか上手くないんよな。まあまあ神イベであることには間違いないとは思うけど、できればちょっと 1.8 倍の時に被せてほしかったっていう気持ちはありますよね。ユース契約書とこれストック経験値なかったっけ、コインやったっけ元から。まあ一番最初に開催された時よりはさすがにね解約にはなってるけど、まあ今のプロスピのイベントの中で言ったらまあ神イベの方ですね。あざすあざすかな。いや果たして偶数弾の2弾熱かったということは4弾もおそらく熱いでしょうということで、ラインナップ見ていきましょう。まず阪神久保田選手、 JFK の K の方ですね。まあ縦カットが結構代名詞のイメージあったけど、あー状態ピンチか。いやーでも状態ピンチとはいえ、まあ吸収ストレート省いたら3つやからな、ちょっときついんじゃなかろうかと思いますね。90試合とまあまあもうバグやろこれ。えぐ、絶対超えられへんやんこの記録で。カープが高橋健さん初登場やな、新規がこうできましたと。うわー球種が微妙い、いやー毒の強いけど、うわーでもまあ最強決定戦用に取りに行かないといけないんで、いやーマジかー、ここの枠をちょっとエナジー最低取りに行く、きついなーこれ。リアタイではちょっともうどうしようもないわ。うわーせっかく新規来たんやけどなー。まあ請求スタミナ同士ということで取りに行かせてもらいます。横浜村田選手、ああ村田選手はねがっかり査定の、うん、選手の一人で、まあ、バッティングめっちゃいいんですけど補給 F なんよな。補給以外の裏捨てとか高いのに補給だけでなぜか F っていう、まあできていい、これがっかりすぎるわ。村田選手守備上手いイメージあったけどな。まあでも相も変わらずジャイアンツバージョンでは出んだよね。かたくなにこれ出さんのなんか理由あるんかな。ジャイアンツバージョンで確か1回も出たことない気する TSOB で。はい、まあちょっと普通に強いんでね使ってみたいところである。ジャイアンツ小久保選手、前回はなんかセカンドがメイン適正かなんかやったけど、まあ今回はサード適正の査定か。いや補給 C 範囲 C やったら十分やわ。あーまあまあまあパワーがねこれでしか上がらんけど、いやまあ十分やろ、アーティストやし。シーズン259本塁打打ちたってた史上最強打線の中軸。えこの時誰がおったんこれ、2004年。あこのメンツらしいです。それはえぐいわ。ローズもいたん、ペタジーニもいたんか。やば、高橋由伸さん4番、7番キャッチャー阿部慎之助で33本塁打。あこれは史上最強打線やわ、これやばいな。2004年、盗塁とかももう誰もしてないもんな。まだ全部ホームランで返したら関係ないですよ出せんやん。へえこれ面白いな、ちょっと知らんかったわ。まあその時の5番打者となっております。ヤクルトが石井選手、球威バカ高いけどな。はい、こんな感じになってます。まあヤクルトここまでめっちゃね良かったからね、ラインナップというか、まあリアタイ的に強い査定いっぱいもらってる選手多かったから、まあここでリアタイ勢はちょっと休息できるんじゃないですかね。はい、いやめちゃくちゃすごいピッチャーやけど、このゲームではちょっと強さをね表現しにくいですよね、ゴリゴリ系は。うわ中日浅尾選手待って、俺めっちゃ好き、もう僕だバカ大好きな選手です。え珍しいな、今年この喜んでる写真なんや。まあ歴代の写真はね割とまあ浅尾って感じの、もう本当にねどの場面を撮ってもかっこいい写真、投げてる時のねばっかやってたんすけど、今回投げ終わりというか、まあ系統的には初めてのタイプやな。うわ待って、めっちゃ好きやからめっちゃ欲しい、うん、クソ大好きっす。で地味にフォークパームが強いっていうね、うん、これ侮ってたら打ち取られます。いやー使いたいな、去年も出てるけどな。でここからパリーグでオリックス吉井選手、んこれあれロッテの吉井さん、違ったら申し訳ないですけど、あこれロッテの吉井さんか、なんか今の方がイケメンやな、なんかなんとなく。で千葉ロッテ、待って読まれへん、書籍諸籍グラウンダーで左で、岡田選手みたいな感じやな外野でね。うん、で徳野もめっちゃ岡田さんっぽいけど、さあ名前の読み方正解は諸角。わかるか、絶対わからんわ。まあでもこれでもう覚えましたね、忘れることはない、諸角選手。いやいい1番バッターですね、成績見る感じで。ソフトバンクは本田選手と、まあどうやら今年牧原選手出てるからな、前までやったらね守備固めで本田選手結構純正でね重宝されてたけど、牧原選手が打って守れるから代打いらんのよな正直。まあそこでソフトバンク純正がどう変わっていくかっすよね。ただやっぱ川崎本田川崎車のメーカーじゃないですよ、やっぱ1、2番は良かったよなソフトバンクので。楽天ワクワクさん、全く老けてない、今と変わらん、ほんまにこれタイムスリップの写真かっていう、うん、それを疑いたくなるぐらい全く老けない。あそうか、楽天時代ちょっと強かったんや徳能が。あこれちょっとおもろい、小野心と作チェ
投げ分けできるやん。でコントロールだって退去出したやろ。ワクワクさん楽天時代が一番強い査定もらってんじゃんこれ。で西武森友や、これ来年西川龍馬 TS 来るな、カープでここで来ましたと。まあね、リアタイ的に見たら現役のオリックス査定の方が強いから、まあリアタイでわざわざ取りに行く必要はないけど、うん、なんかパワーヒの森友やはあれやな、うん、森友って感じやな、うん、ふるさと、もうここが故郷です。森イコールパワーヒは故郷で、最後日ハム鍵谷選手、フォークパームピッチャー多いな。あ、パームこだちっちゃかったっけ、まあ、この辺から良さは結構面白いかもしらん。スライダーがちっちゃいな、ちょっとでも。でタイピンとかあるわけではない。まあ浅尾選手続いてのお二人目のフォークパーム投手となっております。まあ以上が TS 第4弾、うん、どうやろう、なんか序盤結構ね村田国防的でうわ熱いやんってなったけど、ちょっとなんか後半失速したな正直。いやー正直なところ引かなくていいかなまあ正直ね、まあ純正向けになってるということで、まあ8月ぐらいに来るガチャにちょっと期待しておきましょうか。無課金はねエナジー貯めて、まあ、ピックアップ来てる。これこっちの方が熱いまであるんちゃう、リアタイで。え待って、グリフィー欲しい。え普通にこっちの方がなんか熱い説はあるぞ。鈴木空も欲しいしな。はい、おとなしくピックアップ引いた方がいいかもしれません。めっちゃ熱いわこれ。まあじゃあちょっと TS、 まあ3回目まではとりあえず引こうか、せっかくやしね TS。 まあそれ以降は別に終わんでいいかな。小久保選手欲しいけど、まあ狙いは小久保選手、村田選手、浅尾選手で高橋健選手なので、終わんでいいか。もうランキング走って高橋選手取って終わりでいいんじゃなかろうか。ワンチャン使ってみたないぞ俺 TS4 なんだこれワンチャン。はい、吉井さん、じゃあ20年目いきます、お願いします。この前までちょっとまあ体調崩して、まあおそらく、まあ、病院行ってないけどコロナやったんじゃないかと、まあ、自己判断したわけなんですけど、これいつ外出 OK なん。髪の毛をね切りに行きたいんですけど、そろそろ1週間ぐらい開けたらいいんかな。だから潜伏期間じゃないけどウイルスの。はい、いやーロッキー、もうこれマジでかい。じゃあこれ S ランク確定、ラストです。早終わんの。そうちょっと8月のね、まあ、中盤ぐらいにちょっと友達のね結婚式 で兵庫にね、なんか5年ぶりか6年ぶりぐらいに行くんで、ちょその時までには切っておきたいんですけど、でも1週間ぐらい開けたらいいよな、体調を崩してから。まあ、10日ぐらい開けたら間違いはないか。まあ、時間もあるし、治ってから10日なん、かかってから10日なん、ちょその辺ややこしいな。ちょ俺も自分で調べとかなんか。浅尾さんありがとうマジで。いやマジでね、皆さんも気をつけてくださいコロナウイルスということで、これラストっすね。いや誰か狙い来てほしい、せめてお願いします。マジ動画出されへんなるから。わあ枠井さんいいかも。あ枠井さんも狙いやわ、ごめんなさい忘れてました。枠井さん当たりです。いやほんで最後ピックアップ引いて終わろうかと思ったら、もう決済エラー出て課金できんかったわ。終了。